今日から3連休初日にかけて大雨に注意警戒が必要となりそうです。山口さん、すでに九州、中国、四国など雨が降ってますね。そうなんですよ。でこれ、湿った空気なんですけどもね、元台風21号の空気、これが特に明日強く流れ込んできそうなんです。で明日の天気図まずご覧いただきましょう。明日3連休初日ですけれども、こちらにあります東シナ海の低気圧、これが元台風21号です。さらに前線が西日本、東日本に伸びてくるわけなんですけども、非常に暖かく湿った空気が流れ込むことで前線が刺激され雨雲が発達をする見込みです。で明日の雨雲を見ますと、今日から降ってきている雨が明日より一層強さを増す見込みです。で明日の朝以降、まず九州や中国地方に非常に活発な雲が流れ込みまして、1時間に50ミリ以上の激しい雨、非常に激しい雨をもたらす恐れがあります、さらにその雨雲が午後にかけては東日本に達しまして、やはり激しい降りをもたらす可能性があります。降ってきますと冠水ですとか川の増水、中小河川ですね、溢れたりするレベルで降ってくる可能性もありまして、明日は特に雨の降り方警戒が必要ということになります。一方この3連休その後ですけれども、3日になりますとご覧の通り広い範囲で晴れてきます。北海道や静岡県で一部雨表現がありますが、大きな崩れはないと思います。このように、3日はお出かけ問題なしといったところが増える予想です。でさらに連休最終日、こちらは今度は、北日本で気圧の谷の影響を受けて雨の範囲が拡大をしていきます。ただ西日本や東日本については日中はまだ晴れるところが多く大きな崩れありません。連休最終日も関東から西のエリアは、お出かけ大丈夫といった天気になりそうです。この後のお天気についてぜひウェザーニュースのアプリを使って確認していただきたいと思います。